皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、閉眼膏はいくつまで OK なのかという話をしてみたいと思います。まあ、以前もね、似たような話はしているので、まあ、細かい話は、はしょりますけれども、まあ、受験シーズンが近づいてまいりました。まさにですね、今の時期ですね、まあ、現役生の方であれば、学校の先生と面談なんかをして受験校を決めたり、まあ、あとはね、まあ、うちもそうですけど、まあ、塾のね、担当者の方なんかと、まあ、お話をして、まあ、受験校を決めたりしている方が多いんじゃないかなと。で、まあ、毎年ですね、疑問で出てくることというのが、まあ、何校ぐらいね、受験していいんでしょうか、受けるべきなんでしょうか、そういったね、質問をいただきます。で、正直、まあ、これもいつも動画で言うことなんですけど、絶対的にこうだよってものはありません。はい。ただ、やっぱりね、とは言っても、絶対的にこうじゃ、ね、何か正解はないんですよって言っても、まあ、不安な方に対して正解ないって言っても、まあ、正直、より不安がこう、増長というかね、大きくなるだけであって、まあ、あまりこう、なんていうんですかね、効果的な返しではないと思ってるんですね。なので、本質的には、そのね、絶対的な正解はないよってことは、当然頭の片隅に入れていただきつつ、じゃあ、ぶっちゃけ、どんぐらい受けてる方が多いのかっていう話をね、今日はしてみたいというふうに思います。で、今回はですね、単純に何校ですよっていう話ではなくて、その日程からね、逆算して考えることについて、少しね、アドバイスをさせていただきます。まずですね、まあ、当然その浪人をしていいのかどうかとか、まあ、現役志向なのかとか、いろんなパターンが出てきちゃうんですけれども、まずざっくりとですね、まあ、ざっくりと一般的には多い、ね、方、つまりなるべく現役で行きたいと思っています。で、それでですね、関東の、ど真ん中に住んでいる、それ東京23区のど真ん中に住んでいるわけじゃないけれども、まあ、東京にね、普通に、まあ、受験しに来られるぐらいの距離の方というものを前提にさせていただきます。まあ、それ以外の、条件だとですね、地方から受けに来られる方とか、もしくはですね、大阪でもいいですけどね、その地方からどこかに行かなきゃいけない方という話は少し後で補足をさせていただきます。はい、ですので、ちょっとホテルとかは一旦取らないという前提でお話をしていくと、まずですね、やっぱり、受験するときに、まあ、国公立なのか私立なのかっていうのは置いといて、やっぱり現役を志望されているので、まあ、1個しか受けない、2個しか受けないっていうのは、ちょっとまあ、これは過激すぎると思います。一方で、例えば10個受けるって方とかもいらっしゃるんですよ、実際。で、ただ10個っていうのは結構多い方だというふうに思っていただければと思います。実際ですね、例えば共通テストが終わってすぐ1月の、なんならちょっと18、ちょっと間違えたらすいません、18日ぐらいとかですね、例えば医学部だったらもう入試始まるんですよね、私立に。そうなると、結構ですね、医学部だと、本当に私立の医学部で、もう教師テスト終わってすぐ受け始めて、ずーっとやってって、まあ最後国立にチャレンジするみたいなケースもあるので、まあそういう方だと本当に共通テストから、国立大学の二次試験まで、まあ1ヶ月プラスアルファ、1ヶ月プラス1週間ですよね、もうそこをとにかく駆け抜けていくみたいな方もいらっしゃいます。一方で例えば、まあ多くのね、皆さんが行きたいと思うような大学、例えばマーチ。ね、まあそういうところとかっていうのは、まあ2月の、まあ上旬の入試が、まあメインです。まあもちろん他の日程もいろいろあるんですけれども、そうなってくると、例えばね、こう2月の上旬から、まあ下旬、まあ下旬はほとんどもうないんですけれども、中旬ぐらいですかね、までにかけて、まあそこの中でいかに駆け抜けていくかっていう話になるんです。で、そうなると、問題としてはですね、基本的に、まあ一般的な医学部とかじゃない時は、まあ、入試日程と、例えば二次試験が被っちゃうみたいなことはほとんどできないので、まあ、どんどん受けりゃいいんです、基本的には。ただ、その受けるときに、その何日ぐらい空けて受けるのか、もしくは2日ぐらい連続で受けるのをありとするのか、そこをね、ぜひ、チェックしてほしいというのが、僕からのお願いなんですね。で、これに関しては、いろんな考え方の方がいらっしゃるんですね。というのは、例えば1日受けたら、で、次の日受けるっていうのを、結構しんどいなって感じる人もいらっしゃいます。なので、1日受けたら、1日空けて、その次の人ぐらいに受けたいなっていう方もいらっしゃるんですね。で、もちろんこれは全然正しいと思うんです。ただ一方で、いや別に、受けに行くこと自体ね、まあ、そんなに大変じゃないし、特に私立なんかだと、まあ、私立文系なんかだと科目もね、少ないんで、まあ、3科目ぐらいなんて別に2日連続とかも大丈夫だよって方もいらっしゃるんですね。なので、まずそこが大きくですね、分かれ目になっていると思います。ただ、一般的にやっぱり浪人したくないよっていうことであれば、結構なコース抜けなきゃいけなくて、まあちょっとね、もう結論っぽいことになってしまうと、大体ね、5校前後ぐらいは受けた方がいいと思います。共通テスト利用とか除いて、実際に現地に行って、まあ、受けるっていうものを大体5校前後ぐらい考えてもいいのかなっていうふうに思います。で、多分その中で、多分第一志望というのが一番こうチャレンジングな学校だと思っていて、で、その次ですね、の2校ぐらいが、まあ、その基本的には実力校。まあ、多分、ね、2つ受ければ1個は取れるよね、みたいな学校で。で、さらにね、もう下の2つぐらい。まあ、安全校ですよね。まあ、2分の2で取れるだろうという学
校、まあ、それのね配置というのが基本的な5校の考え方です。ただですね、もちろん増やすって方もいらっしゃいますよね。例えばチャレンジ校を例えば2校にして、222の6校でやっていくよって方もいるし、まあ、チャレンジ校は1校なんだけども、実力総合3校受けて6校にするって方もいらっしゃいます。もちろん232みたいな形で7校受けるって方もいらっしゃいます。はい、なのでそこは何校受けるのかっていうことについては、その入試の日程と合わせてね、ぜひ考えていただければと。あと注意点としてはですね、あんまり下の学校を増やしすぎると、あんまりそこまで結果がね、別にその偏差値高いところがガンガン取れるわけではないので、やっぱり安全校をたくさん受けすぎるっていうのはちょっと注意が必要かなとは思います。あと逆に安全校がほとんどなくて、全部チャレンジ校、この受け方も別に間違ってはいません。ただ、そうすると当然ね、例えば浪人だったりとか、そういうリスクも高まらないのを理解した上で受けていただければ何の問題もないかなというふうに思います。なので、まあ、結論ね、正解なくなっちゃうんですけど、でも1個の目安としてさっきの配置5校ですね。1,2,2 ね、実力、まあ、チャレンジ校1校、実力総合校2校、ね、抑え2校っていう形の5校を、まあ、考えてもらえると、まあ、比較的バランスがいいかなと思います。まあ、もちろん、例えばね、東大志望の子なんかだと、もう東大と早慶1個ずつしか受けませんとかね、東大と早稲田1個しか受けません、慶応1個しか受けませんみたいな子もいて、別にそれで受かっていく子もいるんで、別に、そういうのは別にね、ダメではないんです。ただ、一般的に、まあ、皆さんに何校ぐらい、そのね、受ければいいんですか？で、お不安になってしまう方に僕がお勧めするのはそういう布陣というかね、配置ですよっていうことを覚えておいてください。で、その5校とか6校とか、まあ、別に7校でもいいんですけど、受けていただくときに、その日程ですね、だから1日おきじゃなきゃダメなのか、2日連続するのはいいのか、もしくはね、3日連続はしないようにしたいなのか、まあ、そのあたりをね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、さっき言った通り、そのじゃエリアなんですよね。例えば、関東近郊で、まあ普通にね、本番受けに行けますよっていう方の場合、まあ2日連続ぐらいは僕は結構ありなんじゃないかなと思います。ただ結構3日続くと疲れちゃったりするので、まあ、2日連続はいいと。ただ、全部を2日連続にはしないようにするとか、2日連続の数はなるべく少なくするとか、まあそういうふうに考えるといいのかなというふうに思います。一方、地方から出てきて、まあ、ホテルとかを取って、まあ受ける方の場合は、場合によっては、例えば本当に2日連続とか3日連続パパパパって受けちゃって、で、またね、地元に戻った方が、まあ、体力的には安定する可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。で、あとさらに、その、まあ地元というか、まあ地方からね、いらっしゃる方で、たまに質問いただくのは、例えば途中で2日間日程が空きますと。うん、この日に地元に一回戻ってまた東京に行くのがいいのか、東京のホテルにずっといた方がいいのか、どっちですかっていうふうに質問をいただくことがあります。で、これは非常に難しくて、もちろんね、時間的制約で見れば移動時間が減るので、東京とかね、大阪にいた方がいいよってことになるんですけれども、まあ、ただ、やっぱりね、こう家に戻ってゆっくり一日だけでもね、じっくり寝るっていうのが、やっぱり体力回復に役立つっていうケースはあるので、これはね、正直どちらが正解とは、まあ、言いにくいなっていうふうに思います。なので、例えばね、本当にこうもう飛行機で1日がかりで本当に行かなきゃ行って帰ってこなきゃいけないとかっていうケースであれば、まあ、東京にいるっていうのもありだと思うんですけど、例えばね、新幹線で、まあ、2時間とかね、それ3時間ぐらい乗ってプラスアルファで帰れちゃうっていうのであれば、例えば2日3日空くんであれば、一回ね、実家に戻ってしまうっていう考え方は、僕はね、一回とね、これありなんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、やっぱりその入試期間って本当に張り詰めるですよね。で、しかも、その、ホテルとかに泊まるっていうのも、やっぱり精神削るんですよ。僕は比較的、もうね、おじさんなので、いろんなホテルこう泊まった経験がありますし、出張もね、多分普通の人よりも多分たくさんしていて、まあいろんなね、こう、まあ、旅行というか、遊んでるだけの旅行じゃないですけど、出張っていうんですかね、その、ビジネス出張経験もたくさんあるんですけども、そんな僕でも、やっぱり、その、普通に家で寝るときとホテルで寝るときっていうか、寝つきが違ったりとか、やっぱりその疲れの取れ具合って、まあ、家にね、寝た方が圧倒的に取れるんですよね。で、ましてや、そのね、なかなかね、高校生で、ね、なんか旅慣れてて、なんかどんな環境でも寝られますみたいな人って、あんまりいないと思うんで、そう考えると、例えばね、ほんと1泊2泊だったとしても、まあ、実家に戻って、それこそね、ご家族でね、と一緒にご飯食べてとかね、ゆっくりする、うん、っていうのは、意外とね、メリットがあるんじゃないかなというふうに思います。結構ね、やっぱ受験って最後の最後、精神的な部分だったりするんで、まあ、そういった、1回戻って、また出てくるみたいな作戦っていうのもありだと思うんですよね。
だから例えばたまにね、アドバイスさせていただくご家庭でいらっしゃるのが、例えばもう3日連続で受けますと、で受けたらもう1回家帰ってね、で2日3日またゆっくりしてもう1回出てきて、でもう1回3日連続で受けますみたいなね、でもうね6個受けてね、もう最後疲れ果てて帰ってきて、もうそれであとは結果を待とうみたいなね、そういうご家庭もございます。はい、確かにそれはそれで、まあ、ちょっとねこうスプリントレースっぽいですけども、まあ、考え方としてはありですね。1回もう行ったらね、もう3日間も戦ってきて、で一回ね実家に戻ってもじっくり休んで、でまた3日戦いにくいみたいなね、まあ、そういう考え方はまあありっちゃいかなというふうには思うので、まあ実際ですねそういうやり方をしてみるのもまあ一つの選択肢かもしれません。はい、で話戻しますけれども、まあ最初に言ったように今5個ぐらいがね1個の目安になりますので、まあそういったものをね基準にぜひ考えてみてはいかがでしょうか。はい、ただ最初に言った通りですね。まあ本当に答えはないんですね。なので状況って変わってくるので、答えはないです。ただ、やっぱり答えないって言われるだけだと、やっぱね、不安になっちゃうかもいると思うので、まずはさっき言ったように、1、2、2の5個、まあないしは2、2、2の6個。これをね、一つの基準として、調整をしてみていただければいいかなというふうに思います。まあとにかく注意なのは、やっぱ体調面ですよね。たくさん例えば出願してもね、受けられない、実際受けに行けなくて、例えばね、10個出したけど、5個しか受けられませんでした。だったらやっぱ実質5個になっちゃうので、まあ、とにかくね、たくさん出しまくるっていうことよりは、その体力面とかと、まあ、兼ね合いを考えて調整して、受験校を選ぶというのはありかなというふうに思います。もちろん、ね、受験校1個出せば、当然それに伴ってお金かかりますので、もちろん家庭的な負担はあるんですけども、まあ、ここはなるべく、僕はですよ、僕はケチらない方がいいかなというふうに思います。やっぱり受ければ受けるほど選択肢広がる可能性も増えるので、ここにしてはなるべくケチらず、ただその何でもかんでもたくさん受ければいいわけじゃないんで、うまくね、選定をして、そこにね、投資いただければと思います。はい、ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。